どうも、枝豆です。今回はクインチポボアっていうものをね、紹介していこうと思います。かっこよく言ってるだけなんですけど、要はコンボですね。これはボイステクニックを使った、声がね、5個連続でつながってるっていうだけのコンボになります。小5ダブルボイス のクアタルボイスあるじゃないですか。あれと同じ数え方で、そういう風に勝手に俺が呼んでるっていうだけです。ということでね、早速参りましょうね。で、このボイスは内訳としては、と、おと、ほんほんと、ふんふんっていう、ノドベース、普通の声で、舌下ダブルボイスと、小5ダブルボイスで、5個の音が鳴っております。実際に、つなげながらゆっくりやると、こんな感じ。はい、これだけでございます。小5ダブルボイスに関してはもうね、よくわかんないぐらい講座とか出してきてるんで、どれか見てもらえればいいかなと思います。一応ね、概要欄に貼っておくので、その動画をね、参考にしていただければいいかなという感じです。で、舌下ダブルボイスもめっちゃ前にね、講座動画上げてるので、そちらを見てください。で、舌下ダブルボイスの2音目を使って、小5ダブルボイスをやるっていうところですね。ここが、ポイントになります。大変ね、喉を器用に使う技となっているのでね、慣れるようになるまではね、結構ムズムズするものになっていると思います。頑張って練習してみてください。これをね、うまく使うのはね、正直、難しいんじゃないかなと思ってます。なんせね、技が長いんだよね。長いし、重いし。なかなかうまくビートに取り込むってことは難しいのかな。けどなんかね、最近のリバーのね、喉ベースとかホロンホシするとか、あのコンボの使い方を見てると、ワンチャンありそうな気もする。その辺はね、俺も今後研究していこうかなと思ってるので、皆さんもね、いろんな使い方試してみてください。個人的にはいい技だと思っております。どうも、枝豆です。今回はね、ホイッスルベースのやり方を解説していこうと思います。これはね、D-Lo が30種類のベースやる動画で紹介してたやつですね。この時個人的に超好きなんで、今回紹介していきます。では、参る。このベースは、インワードベースと数口笛でできてます。数口笛は、ってやつで、口笛出す時の口の形でね、吸って出してるものです。インワードベースに関しては、もう鳴らせれば OK なので、特に意識することはないですね。で、実際に合わせると、こんな感じ。で、今回の動画は以上です。どうも、枝豆です。今回はね、ホローインワードリップベースについてね、解説していこうと思います。少し前のね、インワードリップベースを3種類紹介する動画でね、一度紹介済みの技なんですけども、もうちょい解説してくれとリクエストいただいたんでね、今回解説していきたいと思います。この技の技名を教えていただいた方、本当にありがとうございます。ってことで、レッツラゴー。この技はですね、インワードリップベースの応用技に当たるので、インワードリップベースは習得しておいてください。で、話を続けていきます。前回はね、壊れかけのフーガをインワードリップベースに合わせることでできるようになるよという解説をしました。うわーい。僕ね。これだけ踏まえて何回も練習すればできるようになるとは思うんですけども、今回はね、それプラス、ある意識をするとさらにやりやすくなるよっていうものがあるので、それをね、お教えしていきます。それは、唇の中心付近で鳴らしてみることを意識する。です。どういうことなのかっていうのはね、今から超詳しく解説していきます。最近になってね、主の肌荒れも治ったということで、口元動画を見せていきながら解説していきます。ということで、普通のインワードリップベース何が違うのか比較していきましょう。まずはね、普通のインワードリップベースから。
あっついな、自分の口こんなまじまじと見るの。でね、普通の方は口の端が振動してるんですよね。これを覚えておいてください。で、次にホローバージョン。これね、見てわかると思うんですけど、唇の全体が振動してるんですよね。でもこう縦に広く振動してるわけじゃなくって、横に広く振動してるんですね。あの、唇をね、山として見たときに、普通のインバードリップベースは山の頂上付近を使わないのに対して、まあ、ホローはね、下から頂上付近まで全部使って鳴らすんですよね。さっきね、唇の中心部分を使って鳴らせって言ったのは、こういうことです。だから、唇をより平べったく使う意識をするとやりやすいかもしれません。まあ、他にもね、この技は喉を開けてやればできるよとか、まあ、いろんなことあるんですけど、まあ、それも全部踏まえて無駄にしないで練習していただければ多分できるようになると思います。はい、ということで今回の講座は。どうも、枝豆です。今回はね、歯笛のやり方を解説していきます。ただ今回は注意点がございます。この歯笛は枝豆独自のやり方で大変癖が強いです。ご了承ください。歯笛はね、自分に合ったやり方を探すといいと思います。あの、歯並びとか舌の柔軟さとかがね、関係してくるから。では参ります。ステップ1からね、相当癖強いので覚悟しておいてください。で、ステップ1、舌を折りたたむ。画像だとこんな感じ。舌って U 字に曲げれる人が全体の約 70% と言われてますね。それと同じ理由で、これができる人とできない人がいると思うので、まあ、ここができなかったら違うやり方を探すといいと思います。そしてステップ2、この舌の状態で火の発音で息を吐き、舌前歯の間に息を通す。鳴るまで繰り返して、鳴るようになったら、今度それを安定させれるように使い込んでいきましょう。もちろんね、この笛に声を混ぜたり、喉笛を混ぜたりしても面白いので、ぜひ、いろいろ試してみてください。はい、ということで、今回の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。